今から俺お題の五大料理をそれぞれ一品ずつ、つまり5個全部作りますわ。そしてそいつを最後にガッと一つにまとめます。それが完成品っす。何を言ってんだ。フレンチだけじゃない、イタリアンの出汁も、それに中華の合わせ調味料各種、トルコ料理で多用される羊肉の下処理、インド料理の土台スタータースパイス、世界の五大料理。さあ行くぞ雪平相馬、数秒後の未来のてめえのために、今この瞬間最高の仕事をやり続けろ。え、何、どうなってるんだ。サイバー朝日のシナ、クロッシュで蓋をしてあるのに香り立ってくる。今まで嗅いだことのない、とてつもなくまろやかで優美な香り。ダメ、これ以上我慢なってできない。見せてもらおう、お前が思う五大料理を一つにした品、どんな皿なんだろうな。よくぞ聞いてくれました、お答えしましょう。チャーハンス。はあ、ほら、えっ、なんだと。一口食べた途端にドシンと舌に広がる豚肉のまろやかな旨味、これは中華料理のトンポーロを細かく角切りにした具、それにイタリア料理アクアパッツァの魚介の身をほぐした具が味覚を踊らせる、インド料理のポリエルも、刻んだインゲン豆とココナッツを唐辛子やマスタードシードで炒めてるわ、フレンチで使うミルポアで出したような野菜の甘みが口の中でバチバチと弾け合う、トルコ料理のピラフを柱に中華柔らかトンポーロ、イタリア魚介のアクアパッツァ、インドピリ辛ポリエル、そしてフレンチミルポア、それらの力が一つに集まった超特殊チャーハンだ。どうしてそんな調理法を思いつける。ある料理人に教えてもらったんすよ、俺の母ちゃん、母ちゃんが作ってた失敗作からね。おあがんな、チャーハンお待ち。今日は当たりか外れか。外れた。母ちゃんに初めて教えてもらった料理もチャーハンだった。サイバー朝日、あんたは確かにすごい道具山ほど持ってて、どんな味でも作れるんでしょうけど、でもあんたが知らず、俺が知ってる味が一つだけありますよ。失敗の味。そいつがこの皿を作って。